れが。当然。ほら。ぼんやりしてんなよ。誰が。虫ダメだったよな。俺。うん。全然ダメだね。だよな。俺も。お、原石か。揃ったな。もう戻ろうぜ。ライトつけるぞ。そうだな。準備はできているか。あ、行こうか。ノクト、夜のドライブは危険だ。一度町に戻らないか。やはり危険だ。どうしてもと言うなら止めないが、よく考えてくれ。さてどうする。好きなとこ走ってみろよ。ああ、任せろ。
お。だだ。ここで降りるぞ。ありがとう。早いな。王子くらいだと死骸相手でも楽勝。いや、苦労してるわ。ああ、そうなんだ。じゃあこれ、お礼。それ、これまでのと違うんで、今度感想聞かせてよ。いいところに来すぎ。嫌な予感だわ。じゃあ次に俺が何言うか分かっちゃってる感じ。また原石か。俺たち仲良くなれそうじゃん。仲良くなっちまったが。頼られてはいるな。王子だって分かってんのかな。分かってねえだろうな。お帰りなさい。本日はどちらをご用意いたしますか。倒してくれればありがたいけど。
よろしくお願いね。あんまり無理はしないように。いらっしゃいませ。かしこまりました。あ、この写真いいじゃん。でしょ？俺も好き。あ、この写真いいじゃん。でしょ？俺も好き。行くか。グラディオ、行くぞ。あや。みんな。
じゃねえか。まあな。パパパパン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 パパーン。てか、随分上機嫌だな。頼むな。よっよっ、それで、ありがとな。また頼むぞ。ガーディナにようこそ。おかえりなさい。案外頼りになるのね。ご注文をお伺いします。それじゃ頼むわね。怪我だけしないようにね。ここの味も結構イケてたな。オルディシエのもっといい店あるわよ。値段も高いけど。この店より高いのか。ちょっと。はあ、戦わなくて済むって安心。よろしく。よっ、行くか。イグニス、先行こう。すぐ行く。みんな、どうだ。
よし。厳しい状況だ。よっ。落ち着け。無事で何よりだ。頼むな。
よし、着いた。ありがとな。また頼むぞ。今日はどんな武器が欲しいんだ？また来いよ。よく食べたわ。どちらをお求めですか？ありがとうございます。またお待ちしております。お帰りなさい。へえ、やるじゃない。本日はどちらをご用意いたしますか？またいらしてくださいね。あ、だってルナフレーナ様が作ったシルベなら大丈夫って言ってたよ。今日の天気は？快晴だ。気温も上がりそうだな。
あの辺の写真撮りたいんだけどいい？ああ、撮っとけ。よし。この辺歩いてみんの？大自然ってのは気分が上がるな。この辺で撮ろうぜ。いいね。ここで撮るよ。じゃあ撮るよ。お、いい感じ。ノクト、ボタンが直っていないようだが。あ、完全に忘れてた。宿に行ったら貸せ。わかったな。はい。Thank you.
このトンネル、すごい綺麗。どんな街なんだろうな。おお、この街でかいな。久々の都会って感じだな。あ、ケーブルカー。あれはどこまで行くんだろうな。暑いな、さっきから。どっか入れば涼しいだろう。今日はちょっといいとこに泊まれそうかな。そうだな、ここならホテルもありそうだ。行くぞ。カップヌードルか。外でも買えんだな。食材が切れた時の非常用にいくつか買え。結構人がいる。ここが町の大通りになるのか。イースはリーウェイホテルに泊まってるそうだ。地震ってやつか。どうした？なんか頭痛い。あ、と思ったけど。大丈夫？平気。治った。ノクト、揺れてなきゃ平気か？ああ。地震でい。ハム、理由がわからないな。あ、兄さん。イリス。みんな生きてる。足あるね。あるある、元気そうだね。おかげさまで。ね、泊まるならここでしょ。ああ、そうだ。時間取れ、いろいろ聞きたい。うん。よく無事だったな、ジャレット。タルコットも。ノクティス様、イリスは俺が守ってます。申し訳ありません。孫のしつけがなっておりませんで。
ええよ。ありがたいお言葉でございます。では、そろそろ失礼を。ノクティス様、おやすみなさい。イリス、オート、どんな感じだった？お城とその近くがすごくやられちゃって、大丈夫だったとこも多いと思うんだけど。目的はやはり限定的だったのか。ね、なんかあったらどんどん言ってね。ああ、ありがとな。なんだよ。あのね、ルナフレーナ様、この町にいらしてたって噂があって。でもすぐに町を出たって。無事でよかったじゃん。わかった、ありがとう。じゃあゆっくり休んでね。あいつらはみんなタルコットと散歩行っちゃったよ。街見てくるって。あ、ね、私たちも行こう。あ、分かった。よし、案内するね。お待ちになった甲斐がありましたな。ではお気をつけて。一番最初は市場かな。ついてきて。ここ夜になるとすっごく素敵なんだよ。ここパーテラ市場って言って何でも売ってんの。楽しくなんない？いろんなの買いたくなっちゃう。お前が好きそうな店あるもんな。ああ、わかる。いいの揃ってるっぽい。ちょっと見てていい？待ってて。お待たせ。じゃあ次はね、工場。今日も暑いな。いいのまで行きゃ涼しいだろう。
うちは古奥農場直営だよ。兄さん、どうぞ見てってよ。カーテスの王座、またのご来店よろしく。でね、ここの電気を作ってるんだけど、すごいんだよ。働いてる人みんな女の人。ここでは女性がどんな仕事でもするんだって。興味ありまくりだな。ちょっとやってみたいって思ってんだろ。わかる？かっこいいじゃん。でもやっぱりオートと違うね。びっくり。じゃあ次は展望公園にしよう。違うけど、こんな家もいいよね。うん。嫁さん昇進だって、すごいじゃないか。ここの飲み物全部いいんだよね。そうなんだ。こんな車乗ってみたいな。だな。着いたよ、ここペゴラー展望公園っていうの。ほらあれ、メテオが見えるんだ。抜くと、なんかこれ内緒のデートっぽいね。だとしたら俺が兄貴に殴られる。変なこと言えない。それにノクトにはルナフレーナ様がいるしね。みんな戻ってるかな。そろそろホテルに帰ろっか。風が気持ちいい。うん。こんなの子供の時以来だね。ありがとう、楽しかった。俺もありがとな、楽しかった。ううん、喜んでくれて嬉しい。あのね、市場で買ってたの、ノクトのだから。
でもまだ内緒、楽しみにしてて。おかえり。じゃあタルコと町で聞いたって話。わかった。これそんな口よ。ああ大丈夫、俺一般市民ですんで。ノクティス様、伝説の剣がこの近くの滝の中にあるんだそうです。場所の分かっていない墓所の一つかもしれない。行ってみねえか。行こう。どうもな、タルコット。いいえ。嫁さん昇進だってすごいじゃないか。いや、肩身がもっと狭くなる。